どうも。すいませんでした。なんで開幕早々土下座しているのかと言いますと、大会1ヶ月と今日何日だ13なんて1ヶ月と6日前、アメリカから帰ってきて減量始めて早2週間どうしてもやる気が起きず、大会へのモチベーションが上がらず、食事とかはね、やらなきゃやらなきゃと思ってやってたんですけど、どうなんかやってもなんかやる気が起きず、筋トレはもちろんね、頑張ってるし楽しいしあれなんですけど、減量へのモチベーション、大会へのモチベーションが本当に上がらず、これはもう一回食べなきゃダメだなってことで、今日この間ちょっとチートデイの話したんですけど、今日クレイジーなチートやらかしました。すいません、すいませんでした本当に神様ごめんなさい。はい、本当は神様にごめんなさいってあんま思ってないですけど今日朝の7時から、まあ、朝の7時からっていうか、僕減量中って、低血糖になるせいだと思うんですけど、本当2、3時間ぐらい目覚めちゃうんですよ。で最近起きるのが本当6時半とかずっと7時とかで、朝のその炭水化物ってご飯食べれるのが楽しみで起きるみたいな感じだったんですよね。で今日もあんまりもう寝れなくて、昨日トレーニングでヘロヘロだったんですけど寝れなくて、もう7時ぐらいになって寝たような寝てないような感じで起きて、もうダメだと、やらかそうと思って1食目、ちょっと携帯で、ね、撮った動画もあるんですけど、スターバックス行きました。スターバックスフラペチーノとケーキ食べました。すいませんでした。間髪入れずにそのまま、ココイチ、ココイチでハッシュドビーフ、メンチカツのチーズ入りコロッケみたいな食べました。すいませんでした。そのまま家に帰り あまりにも満腹感に眠くなってしまって寝て、起きて、違うか、そのココイチの後にコンビニでペヤングとおにぎりと、あと食べたいなんかお菓子とかアイスとかバンバン買って、あとケーキ屋さん行ってケーキも買って、それを食べて寝て起きて、その後に東京駅あるんです。東京駅で東京駅の地下ってすごいグルメ街で、僕が食べたいと思うのも全部揃ってるわけですよ。特にすごい食べたかったのがヤバトンってあって、名古屋の味噌だれの味噌カツのとんかつなんですけど、あれがもうどうしても食べたくてヤバトン行きました。すみませんでした。ヤバトンの後にすぐ隣の隣ぐらいにラーメン街みたいなのあって、そこでまたラーメン食べました。すみませんでした。でそのラーメン食べて東京駅の地下を歩いてると、今度スイーツ屋さんがあるわけですよ。でそこで、クレープ屋さんがあって、クレープとアイス食べました。すみませんでした。でさらにもう1分ぐらい歩いていくと、今度パフェ屋さんがあって、そこで巨大なチョコレートパフェ食べました。すみませんでした。もはやすいませんって思ってないだろうって感じなんですけど、食べて、うわもうさすがにね、食べたからダメだろうと思って、で最近電車に乗ることなんてほぼなかったんですけど、ちょっと今回はね、電車に乗ろう、反省の気持ちから電車に乗ろうと思って、で電車に乗って、で恵比寿駅を通りかかったところで、うんと思って、恵比寿駅ってシェイクシャックあるよなと。シェイクシャックってハンバーガー屋さん、なんかオーガニックかなんか の素材使ったハンバーガー屋さんがあるんですけど、そこがあらっと思ってしまって、恵比寿で降りてシェイクシャック行ってハンバーガー食べて、シェイク2つ飲んで、チーズめちゃめちゃかかったポテト食べて、でうわもうさすがにこれ以上ダメだと思いながら、帰りに銀だこ買って今家に来ました。すいませんでした。あとね、まだスパジローっていうパスタ屋さんで、僕好きなパスタ屋さん行けてないのと、あとまだ多分食べ残したの何個かあるんで、それを食べてやろうかなってすごい今満腹状態で思ってはいるんですけどね、この動画撮りながら。うん、ただね、やっぱこのなんだろうな、モチベーションが上がらなかったんで、まあ残り1ヶ月で
絶対仕上がらないだろうって思ってたらね、思ってたら僕も多分ここまでやってないと思うんで、うん、むしろ今日めちゃめちゃカーブを打ったんで、今結果こんな感じです。うん、カーブアップみたいな、まあ、お腹はねちょっと出てるんですけど、逆に血管バリバリ食べてるそばから浮いてきてって感じですね、うん、で今日もう散々好きなもの全部食べて、もう今気持ち悪いんですけど食べて、でもうこっからね、あのほんと1ヶ月なんでね、やっぱその国内大会でやっぱり、結果残さないわけにはいかないんで、自分の階級だと僕今3連覇してるのかな、で今年4連覇目で、来年からね海外の大会多分主軸になると思うんで、そういった意味でもね、今年ラストしっかり、勝ち星を上げて、海外の大会にね向けて頑張っていきたいなと思います。なんで明日からはね、しばらく体の糖質抜けるまでコンディション上がって仕上がりそうだなと思うまではもうカーボを本当にゼロまではいかないですけど、まあ数十グラム、50グラム以内で1日抑えて、まあちょっとストイックにねトレーニングも1日、有酸素も始めて、できれば週3回ぐらいは2回とかかな、いけるようにちょっとしていきたいなと思います。はい、で今日食べたものをね、動画とか写真、まあ、ちょこちょこ全部じゃないんですけど撮ってあるんでそれ最後に一覧並べて、今日の懺悔終わりにして、で明日また切り替えて頑張っていきたいと思います。はい、っていう風に僕はチートの時は、まあ代謝がどうとか、それをやった方が体重減りやすいとかそういうのも考えずに、なんだろうな、本当に精神的に解放されるっていうモチベーションを上げるとかね、そういった気持ち的な部分の意味で、やることが多いです。はい、ただもうないです、もうないです、1ヶ月前なんで。はい、今ねしゃかりきに一生懸命頑張って同じ大会出ようとされてる方、ね、この動画でものすごい食欲をそそってしまうかもしれないんですけど、すいませんということで、今日はね残りまた楽しんで、明日に切り替えてまた明日から真面目な動画をね、上げていきたいと思うんでよろしくお願いします。じゃあバイ。はい、どうもジンです。なんと大会1ヶ月ちょっと前なんですけど、どうしてももう我慢できなくて気持ちを切り替えるって意味で、なんと今日急遽チートデイしてます。チート、今朝まだ7時なんですけど、一発目これドーナツとケーキと、フラペチーノ、今日これ一日ね、いろんなものちょっと食べ尽くしていきたいなと思います。イエーイ。食うときは食う、切り替えるときは切り替える、なんで明日から頑張ります。はい、早くも2食目、ここ1名ハッシュドビーフを食べてます。2食目です。まだ朝の8時ですあと何食食べるんでしょうか。あと5から6か7ぐらい行きたいですね。2食目神様すいません、ラストの締めはこれです。シェイクシャック、減量中なのに神様すいません、いや思ってないっすなんとかなるでしょということで今日これで何食目だろう。ケーキとスタバ最初朝やって、午後コンビニでなんかいろいろペヤング食ったり、おにぎり食べたり、アイス食べたりやって、とんかつ食べて、ラーメン食べて、クレープ食べて、アイスクリーム食べて、今で多分この後もう2回ぐらい行くと思うんで、10回ぐらいやらかして、ね、もう気にせずね、明日から切り替えていくんで、今日は許してください。